皆さんこんにちは、カップラーメン YouTuber のジャットさんです。今日ジャットさんは鹿児島県の五郎屋さんが監修している醤油豚骨ラーメン、こちらをいただきたいと思います。蓋の中には火薬が2つと液体スープが入っています。それでは熱湯を注いで5分で食べていきましょう。それでは五郎屋さん監修の醤油豚骨ラーメン完成しました。この時点でもかなり揚げネギの香ばしい香りが食欲をそそっています。それではいただいてみたいと思います。いただきます。五郎屋さんのラーメン美味ですね。この醤油ラーメンのスープかなり黒く見えますが、そんなにしょっぱい味がしたりとか何か味が濃すぎる、そんなスープではありません。しっかりコクを感じることができる甘めのスープになっています。そこにキャベツがたくさん入っています。そして揚げネギの香ばしさがしっかりと鼻に抜けて、とっても美味しいスープになっています。そしてこの細い縮れ麺ともよくスープが絡んで、そして何かしらの具を持ち上げてくれるので口の中で美味しさを楽しむことができるようになっています。こちらの五郎屋さんのラーメンもぜひ店舗さんに伺って食べてみたい一杯になりました。それでは五郎屋さん監修の鹿児島醤油豚骨ラーメン、ジャットさんのリピート指数は星3つ中3つになります。これはぜひとも見つけたらまたリピート確定のラーメンになりました。皆さんも見つけたらぜひ食べてみてください。では次回のラーメンもお楽しみに。またねー。